この前さ、うん、ジュニアの話したじゃん。なんで千原ジュニアみたいなジュニアの言い方するジャニーズみたいなジュニアって言ってバレたジュニアねちょっとカッコつけたのバレたカッコつけた ちょっとやってるのバレたさすがやってるやってるバレたそうジュニアじゃなくてジュニアねジュニアの話ジュニアゴルファーねそうそう、うん、平井博明のワンナップゴルフの話したけど、うん、その動画編集してて、うん、一個呪文が湧いてきてさうん、ジュニアからプロを目指してやっててプロゴルファーになれた人と慣れなかった人の差って何なのかなはい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 めっちゃ大事 ねこれマジ記憶してもらいたいだって知りたいしみんな、うん、調べてないから確定じゃないよだけど俺の中で確定してるそう、うん、嫌い調べ、うん、早い段階から要はジュニアの頃からゴルフやってるってことは感覚的に動けてないとおかしいんだけど、うん、先にレッスン行くでしょ、うん、で感覚的にならないからその感覚がプロになっていやプロになってっていうかプロになる前に大人になってその感覚が出ないからそういうことそう自分で身内とかに習うだけぐらいでわあいいねいいねとかやって要は自分でその試行錯誤してやってる子ってほとんどプロになってるだけどジュニアの頃からガッチガチにレッスンやってる子で多分プロになった人の方が少ないんじゃないかな感覚じゃないからね形で動かされてるからはいはい、はい、ああなんかそれそういう例ってあったのりょうくんえりょうくんプロになりたての時なんて150ヤード打ってっつって150ヤード打てないんだから打てなかったんだから嘘でしょそうだからひろゆきがそれ言ってたんだけどそうだから150ヤードを例えばなんだろうコースって看板立ってないでしょ、うん、立ってないねそうでひろゆきはピンまで見てあれだいたい150ぐらいかなって言って打ってあの2人でラウンドとかしてたからでその時レーザーもなかったから8番とかで打ってぴったり来るんだけど同じぐらいの距離からそのりょうくんが打ってグリーン乗らないのだからその感覚がないそう練習場では150ヤードって看板があるからその150ヤードの看板に打つでしょだからその番手とか全部わかるんだけどコース行った時に何にも周りに景色がなかったりしてそのボールトゥーピンで何ヤードっていうパッっていうジャッジができない感覚がない例えばそのさ白旗ヤデジないじゃんああいうのをパッてここで構えてあそこにパッて打てないあのぐらいのところにピンがあるんだったらこれぐらいの力かなっていうのがない感覚がないっていうのはそれそういうことになるでも優勝できたそうすごいよねそれがすごい、うん、今はちょっとあるかないやあるでしょあるでしょだんだんそれは磨かれる磨かれるやっぱりねそれはね経験だよああ経験だからそういういきなり何ヤード打ってっていうその素早い反応っていうのが感覚がないとできないそれはトラブルショットなんか打たしたらもう 100% 分かるから感覚があるかないかトロ君ドローフェードどっちか言って素振りなしでいくからこういうことよねあれ動きで覚えてる人は思い出すの、うん、ちょっと待ってって言うからフェードはプルルルルってこうやってるからこうやってるから反応ですよ反応でやってればそうそんなことしなくたっていいじゃあドローっつって3秒で打つね、関係ないでしょ考えてる暇ないからあこれができたらもう絶対プロテスト受かるからそりゃそうでしょそりゃそうだよ、うん、これだよ動きなんて考えたら動けないからそんな一瞬のこと考えてバーって出せないからそうだ、ね、あ体が反応してるかどうか、うん、そうそれが超大事だから入れられないの入れてる時間ないからプロにさせんだったら習わせない方がいいんだ習わせないっていうか感覚磨かした方がいいあそっかそう習うにしても感覚磨かせてくれるところにいかないそうだから遊びでいいの遊びでいいのっつってこうやってじゃあお前構えてみろっつって子供にこう構えさせてで高い低いドローフェード4つでいいのよ、うん、それを打てその名前を言ったらすぐ上げて打てっていう遊びの練習をする超楽しいからそうで父ちゃんと勝負すればいいのよ何球うまく打てたっつってあそんなもんよもともとあのなんていうんだろうシード選手とかでレッスンとかしてるのとかあるじゃんかなんとか塾とか行ったりさうんああいうのだったらなんか良さそうだねそういうの分かってるだって例えばメダカ塾とかさ横見さくらちゃん、うん、あれとかさ上からロープ垂らしてさそのロープに当てんだよ球をそういうことよそれしか言ってないもんねそう動けじゃないんでしょそうでめっちゃいいのがメダカ塾ってこうやって椅子に座らしてこうそうですよあれでしょ手打ちでしょ間違いない
そういう、なんだろう、本当の大事なこと、要は球筋のコントロールよね、うん、出球のロープに当てるなんて、ああいうことってすごい大事。彫刻してる時間ないから本当に8の字で振ってる時間ない、ないないない、ループ書いてる時間ないからない。ああまずはね、まずはそれができてからだから、ああそういう本当に大事なことあんま言わないんだよね。だからさ、プロとかさ、アライメントスティックをさ、ここに2本立ててさ、その間をさこう通すとかって、フルショットでね、そういうのとかやってんだけど、俺すげえ出球のコントロールさ大事だなと思うんだよね。まあね、危険を伴う練習だから普通の練習場ではできないけど、そうだ、ああいうのとかすごい大事よね。でもあれだよね、そういうさ、なんかレベル高いことって言わないから、うん、そうね、意味ないから、意味ないだってそれ以前のことができてないんだもん、その練習までいかないもん、うん、そうだから、それがね、本当に前の動画でも言ったけど、それが楽しみでやってるんだったらそれでいいんだよね。だから悩まない方がいい、うん、楽しんで、あできなかったっつって、もうそれで終わらした方がいい。だからその大事なことの理解っていうのがもっともっとあった方がやることが決まるからね。あれだ、やっぱそういう本質だね。本質を分かってる先生のところそう言った方がいい。エアロパーツだけつけたってダメだから、エンジン乗っかってなかったらそうだよね、うん、自転車じゃねえ、そうダメボディフェラーリでシャーシがチャリンコだったらもうダメだよ、ダメじゃん。そうだね、うん、だからそういうことがはっきりと分かる先生の方がいいよね。だから本当にそれだったらお父さんの方がいいから。やっぱりね、すごく、まあ大人の方もみんなそうなんだけど、やっぱ責任がつきまとうじゃない、そういうのはすごい大事だよ。で本当に遊ばせた方がいいし、好きなショット打たした方がいい。俺ね、本当に、まあ、学生の時なんて、俺母ちゃんに怒られたこと一個あるの。アプローチばっかやってたの。アプローチばっかやってもったいないって言われたの。そういうこと？だからこれあるあるなんだけど、要はドライバーってさ200何十ヤード飛ぶじゃない。でもさ、アプローチってさこれだけじゃない。だからあれに今茨城だから8円とかなのか、250ヤードに8円なのかっていうこと。1ヤードあたりの値段の話してる。そう、母ちゃんにまあまあキレられたから。俺ね、なんてと思ったけど、だけど俺あの時やっててよかったなと思って、旗に当たれるっつって、俺マジ真剣にこうやって何発もこうやって旗にこうやって向かって打ってたので、当たんないな当たんないなっつってこうやって、で20球超えたぐらいで当たったのよ。で次違う旗に当てようっつったら、ね、あんた 何発アプローチやってんのみたいな、すっげえそれ記憶ある。まあまあなテンションで言われたからね。言わなそうだけど、お母さん。まあ多分なんか虫の居所が悪かったのか、そう今はね、うん、ないよね。だって本当に昔は飛び蹴りしたからね俺に。そうなの。本当にこう西部、筑波の西部のおもちゃ売り場で俺ダダッコしてたら本当に飛び蹴り飛んできたから、うん、これ母ちゃんそれこそ怒られちゃうかもしれない。俺が出たところにはもうそんなないよね、ないよね。トールちゃん、トールちゃんだったもんね。そうだね、中学生ぐらいになったら。そう、そうだから多分中、うん、それ前はね結構だったね。そういう親からプログラマーは生まれるっていうことだよね。そう、そうで親御さんは本当に焦らず急かしちゃダメよね。そう、スロースタートの子もいるし、いろいろやっぱねいるから、で勉強はすごいできるのにスポーツは遅い子とかもいるじゃない。そうだ、そういうのは長い目で見なきゃいけないし、周りの成績を見ると焦るのよ。だからそれはもう人と比べちゃダメ、その子はその子だから。一個さ、うん、その終わり際にまた長くなりそうな、いい、やろうやろうやろう、うん、そういうの好きよ。あれよね、運動神経関係ないでしょ。関係ない、それすごいよね。ああ同じ動きができるかどうかだけだからね。で難しい動きをやろうとしたら運動神経関係出てくるのよ、運動神経が。でも基本だけしかやらないプロゴルファーの方ってめっちゃくちゃ多いから、それ運動神経関係ないから。基本は基本って言われてんだから運動神経関係ないのよ。できんの、ね、できんの関係ないね。しかも当てがなくてもいいでしょ。全然いい、同じ動きできれば。例えば苦手な方って一個の動きできたら一個の動きずっとやれる能力は俺は持ってると思ってるの。逆に安定するんだから。そうそう、器用な人の方が変えられちゃうから、うん、そうそう、調子によっていろいろ変えちゃったりもするし、だからねそういうのは結構ある。ゴルフってなんかね、このスポーツとそういうのじゃ違うよね。うん、
いろんな分野をちょいかじりしてるよねゴルフって。例えばレッスン見るのも相当な動体視力必要だし。そうなんだ。そう、あのスイング何秒の世界の動きを見てるからね。めっちゃくちゃもうパシャ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 って見てるからね俺は。それは人それぞれ見方があるんだけど、そう、あとねこう反射神経は鈍くても俺はいいと思う。うん、俺反射神経よくてこう反応が超いい人はやっぱりこうパンって出たりするからね。動ける人、動ける人は。俺はそれはね全然あってもなくてもどっちでもいい。確実に動かせる人だよね。遅くても速くてもそれは強いと思う。そういう意味でね、なんかいいよね。だから走るの遅くたって全然関係ない。全然関係ない、全然関係ない。あと一個のことだったらちゃんと本当にできる人は絶対いい。二つ三つ一緒にできる人は逆に悩んじゃうかもしれない。できるからね、できちゃうから。だから一個のことしかできないって言うと言い方悪いけど、そういう方が俺は全然いいけどね。だからなんて言うんだろう、いろんなタイプのプロがいるんだなと。そう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 。なんていうの、だから逆に運動神経良くても活躍する人もいればしない人。うん、そう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 。どれがいいとか悪いとかがないってない、ない。それがいいよね。それがいい。うん、確かに。だからあのなんだろうな、自分はこういう人間だからゴルフ向いてないとかそういうのはなし。誰でも可能性あるし。そうだよね。あ、やってみないと。ただ混じりっけない方がいいんだよね。自分は自分。あ、そう。だから自分のスイングを誰かに作られない方がいいんだよね。うん、自分だから作るのは自分。スパイスをもらうのは大いに結構だけど、もう素材もらっちゃダメだよね。違うものになっちゃう。違うものになっちゃう。出来上がるものが変わるから、自分のものじゃないと何が出来上がるか分かんないからね。だからそれは良くないから、ちゃんとした自分のものを一旦作り上げなきゃダメ。で完成させると意外と変えたくなくなるから、そう、それが一番理想なんで。まあジュニアを育てる場合というか、まあジュニアゴルファーにもそうなんですけど、まあ本当に最初大人になるまでは本当に自分の感覚を大事にボールを打っていただくことと、その出た球に対してちゃんと自分がどういう動きをしてその球が出たかっていう理解をすることっていうのはすごい大切なんで、その意識を練習でいつも持ってボールを打っていただければと思います。はい、では今回はですねジュニアについて動画を撮っていきました。チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。